糸を立て、慌ただしき風なめり、見越しおろしてよ、おの子どもあるらんを、あらわにもこそあれ、と聞こえたもを、またよりてみれば、もの聞こえて、おとどもほほえみて、見立てまつりた者、親とも覚えず、若く清げに生めきて、 意味じき御恩形の盛りなり、女も寝火整い、あかぬことなき御恩様ともなるを身にしんばかり覚えれど、この綿殿の孔子も引き放して立てるところのあらわになれば、恐ろしゅうて立ちのきぬ。今参れるようにうちこわ作りて、その子の方に歩み入れたま,えばたまえれば、あればよ、あらわなりつらん、あらわなりつらん。 てこのつまどの飽き,飽きたりけるよと今ぞ見とがめたも年頃かかることの強い中にるを風こそ下に岩をも吹き上げつべきものなりけれさばかりの御恩心どもを騒がして珍しいうれしき目を見するかなと覚えようだからそんなふうにして西,の西側の方から光源氏が入ってこられて。 内側の海掃除日焼けて入ってらしたわけです源氏の言葉です糸を打たて慌ただしき風なめるはいそううれわしいことだ 突然の風のようだそこの帽子をろしなさいよ男たちがあたりに来ているだろうが不用意にあれにり 払わぬ状態でいることよ。とおっしゃるのを、また寄りてみれば。つまり、紫の上のところへ源氏が入ってきて、そんなふうに紫の上に言葉を言いかけるわけです。それが夕霧のところ、夕霧の耳に聞こえてくるわけだから、また近寄って、そして見るというと、 物聞こえて音どもほほえみてこれはあのもう情景は見えていないわけですけれどもその音があるいは気配が夕霧の意味に届いてくるわけです。女君がものを何かおっしゃって何をおっしゃったか細かいことはわからないんだけども女君が源氏に何かおっしゃってそして源氏の君も なんか微笑んでそれに対して見ていらっしゃるお見申し上げていらっしゃるで源氏の様子は見えているわけ夕霧 から見えているわけです親とも覚えず若く清家になまめきていみじきおん形の盛りなり三十半ばを過ぎた光源氏の様子ですが自分の親とも思われないほど 若しく、さっぱりとしてそして色気があってそう優れたその姿形の盛りの時のご様子でいらっしゃるそれに対して「女も、ね、ここのところも女も」というふうに言ってる。 こういうい何かあの生々しいこう男女関係の気配を夕霧が感じているわけですねそれで女もとこう言ったんです女の気配も根び整いすっかり女盛りの整いようで かぬことななき御様どもなるここが不十分だという,ふうないうふうに感じられるところが全くないご様子であるのを身にしむほどに思われるけれどもこの綿殿の孔子も見放ちて 立てるところのあらわになればよそからも夕霧の姿が丸見えだからしてこんなところを源氏のお面に泊まってはと恐ろしくなってそこを急いで立ち退いたそして今参上したようにうちおわづくりて 今、参上いたしました、ししまというふうな感じに声の様子を声、まあ、を立てて声を上げてでその子の方に歩み入れたまえばたまえればその神殿のその子の方へ歩み出して いらっしゃると、「源氏の君がさればよ。あらわなりつらん。言ったとおりじゃないか。外から見通しだっただろうよ。とおっしゃって、例の妻殿の空いているところからあ空いていたことよ。 今ぞ見とがめたもあそこが開きっぱなしじゃないかと今なって見とがめなさる年頃こんなことがくっつりとなかったものを風こそは下に岩をも吹き上げつべきものなりけれ強い風というものは 盤石の岩をも時に引き上げることのできる凄まじいものであったことだ。さばかりの御心どもを騒がしてそれほど配慮していられたそのお心を騒がして 滅多にない嬉しい体験をしたことだ、したことだな、と夕霧は思われた。